7月26日放送分、関谷和夫のクローズアッププロジェクト、関谷さんゲストをご紹介ください。はい、今日はですね、一般社団法人資産承継戦略立案協議会代表理事の那須敏郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのね、名刺を見せていただいたんですけれども、うんうん、漢字がたくさん並んでいてちょっと難しかったんですけれども、まとめるとどういうことをしてくださるんですか？はい、相続対策の、はい、あのための一般社団法人でございます。もう相続対策をもううちとか任せてやということですね。はい、はい、相続というとやはりこう一般の私たちから考えると、うん、とても難しい。そう、手間がいろんなことがあるもんね。うん、私、うん、あのそういう時って気持ち的にもどうしても落ち込んでいること多いじゃないですか。うん、そういう時にいろんなことを考えたりまとめたり相談したりってすごくこう億劫になってしまうんですけれども、あのそういうふうに相談できる窓口があるということで、こちらの協議会の最大の特徴っていうのはどういったところですか？はい、協議会のメンバーは税理士や弁護士、司法書士、不動産鑑定士、司法、行政書士と、うん、あの、まあ、要は全ての資料、ありとあらゆる資料の先生方、うん、および生命保険会社、うん、それから不動産会社、うん、建物管理の会社といった実際の相続対策に必要となる、うんうん、実業面での商品提供を手掛ける会社にも多数協議会の会員になってもらっておりますので、はい、一つのワンストップで、はい、全ての面が相談できると。一人の担当者に相談すると関連するところ、うん、あの全てに連絡を取って、はいはい、でそれで協議会として複数のプランを作成し、はいはい、打ち合わせを進めてさせてもらっていく中で、はい、そのお客様との打ち合わせを進める中で最適なプランを作り上げていくっていうことをやっております。はいはい、なるほど。もうワンストップでこの窓口にお願いしたら、もうどうですか、何でもどんどん来いという感じですか？はい、はいで相続問題っていろいろあると思うんですけれども、うん、あの相続を考える一番いいタイミングであるとかっていうのは、那須さん的にいつなんでしょう？はい、もう今しかないです。ちょっと遅いですが、今でしょですね、はい、関谷さん。うん、はい、あのと言いますのが、うん、あの有効な相続対策っていうものは、うん、あの生きてらっしゃる間に、あのにしかやれないことがほとんどなんです。うん、死んでのしまってからでは。ではできることっていうのはもう非常に限られたことしかできません。それはやはりその持ち主の意思が分からなくなってしまうからですか？いや、それはですね、はい、そういうことではございませんので、はい、あのまあ、生きていらっしゃる間に、うん、あの所有者の名義を変えるですとか、はい、あるいは生きていらっしゃる間に贈与をするですとか、はい、あるいは生きていらっしゃる間に現預金から他の形のものに資産を変えておくですとか。本人ではないとやっぱりできないことがたくさんあるんですね。だから終わってからこうしてほしいって言ってもそれが実現できないこともあるっていうことですね。はい、そうです。そうか、では生きているうちに私もでもやはりそういうことを考え、うん、日々考えてどうしたらいいんだろうって感じて過ごすのってすごく大事ですよね。非常に大切なことです。はい、ついついね、そないにお金あらへんからそらいらんわって思ってしまいがちやけども、はい、うん、その点もぜひあの、うん、この機会に皆様に知っておいてもらいたい点がございまして、はい、相続対策と相続税対策というものはこれは別のものでございます。はい、どういうことかと言いますと、相続税とは関係ない少ない遺産額でございましても、うん、揉めてる相続人間で揉めてる例っていうのは非常にたくさんあります。なるほど。だったらこう財産の持ち主の方がもううちとこは少しやからもうそれをこうみんなで仲良く分けたらいいよって思っていらっしゃっても実際はそういかないケースもあるってことですね。はい、非常にたくさんございます。で ましてやあのご兄弟仲が良くても、ただ遺産分割のその場になりますと、まあ、
それぞれに伴侶もいらっしゃることですので、でまたその頃になりますと子供さんの教育にものすごくお金がかかったりだとかっていう年代の方も非常に多ございますので、まあ事例としてもその平等に分けられへんなるとか、そうですね、あの例えばの話、親御さんのご自宅がまあ価値にしたら2000万円ぐらいの価値があったとしても、いやそれ以外の現預金はもう500万円しかございませんでしたということになると、もうこれ分けようがなくなってしまいます。はい、ああそうか、まあ、それを仲良く分けろ言うたって分けようがない、はい、そうです。ただそれを親御さんが生きてらっしゃる間にちゃんと取り決めをしておくですとか、あるいはもう現金化できるようにしておくですとか、なるほど、それを整理しておいたら、したらもうそうです、そしたら非常に仲良く分けやすくなります。なるほど、これはやっぱり持ち主自分だけの問題じゃなくて、後々みんながこう仲良く暮らしていけるための一つのこう愛の形でもありますよね、はい、そうですね、うん、ですから私どもの協議会っていうのは、ご家族の幸せのためのお手伝いっていうことをモットーにやらせてもらっております。はい、ラジオの方でもね詳しくお話ししているので、ぜひ聞いてみてください。そして、こちらの協議会気になられた方はお電話番号をお伝えしておきます。0661332076、0661332076、相続に関するいろんな質問ワンストップで、問い合わせしていただけます。お打ち合わせは無料で何度でもしてくださるということですし、無料のセミナーも月一度ねされているということなので、気になった方はぜひ問い合わせをしてみてください。ラジオの方もぜひ聞いてみてくださいね。那須さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。